はい、どうも皆さん、ヒデズデンのミュージックチャンネルへようこそ。ということでね、今回は X フラッグサウンドクリエイターズがですね、リミックスコンテストボリューム2を開催しているという情報をお届けに。はい、こちら、実はね、ボリューム1の方、私参加してます。だから僕の動画をチェックしてくれれば、まあどういった内容のコンテストかっていうことがわかるんですけども、まあ、この動画を見てもわかるように、わかりやすく説明していきたいと思います。そして僕も今回また参加したいと思います。はい、ですね、まあこう書いてありますね。豪華協賛企業が集結、ジャンルにとらわれない才能を求むということでですね、2019年3月25日月曜日から、2019年5月13日の月曜日まで行っております。でですね、まあサポートバイということでね、まあこちらの企業がね、豪華企業、まあ後でちょっと紹介したいと思いますけども、まあサポートしてくれていて、ちなみにこれはですね、 X フラッグサウンドクリエイターズの公式のホームページになります。はいね、このようにね、いろいろテーマ書いてありますね。サウンドクリエイターが集まり相互に交流し刺激し合う場を作りたいというね、作ってくれてますよ。これ参加ねするしかないでしょ、もうこれは、ね、DTMer の人ね、プロを目指してる DTMer の人絶対これは参加した方がいいですよね。でですね、まあこちらね、どういった、まあ知らない人にも分かりやすくということで、まあ音源が配られてるんですね。音源が指定されてる音源が配られてます。それをダウンロードして、それを自分の曲に取り入れる、リミックスするね。必ずこのダウンロードした音源を入れなければいけません。でテーマがありまして、モンスターストライクというね、人気ゲームね、スマホなどでねおなじみのモンスターストライクの BGM をね作るというね企画なんですけども、今回のテーマは超絶トガボス BGM X フラッグシンフォニー 2018VER ボーカルデータをダウンロードしてリミックスしようっていうテーマですね。はい、ちなみにですが、ボリューム1の時はね、どういった内容だったかっていうと、伝説のロックバンド、元ジュディ&マリーの五十嵐浩太さんね、川崎出身、桐蔭学園高校、武蔵大学ですね出身の五十嵐浩太さん、桐蔭学園高校残念でしたね、春の甲子園1回戦で負けちゃいましたけど、はい、まあ五十嵐浩太さんと、それから俳優のね武田真治さん、この2人がね、演奏する音源を取り入れる、その取り入れた音源をリミックスするといった企画だったんですね。五十嵐さんのドラム音源と武田真治さんがサックスを吹いてね、いた時の、いた時のというかサックスを吹いた音源を取り入れるというコンテストだったんですね。でですね、今回はボーカルデータをダウンロードしてリミックスするということで、募集要項がこんな感じになってます。応募内容について、超絶トガボス BGM X フラッグシンフォニー 2018VER、まあ、バージョンってことでしょうね、のボーカルデータを配布します。先ほどねダウンロードするところありましたけど、このボーカルデータを使用してリミックス音源を制作いただきます。ボーカルデータに対する加工、ピッチ変化、タイムストレッチ、カットアップなどに制約はなく、また尺、BPM、ジャンルに指定はなく、自由に設定していただきますってことですね。まあジャンルに指定はないです。それから BPM、 速さですね、速さにも指定ありません、長さも指定ありませんね。とにかく自由に音楽を作ることができますということですね。まあロックンロールでもいいし、テクノでもいいし、ハウスでもいいし、ダブワイズでもいいし、ダブステップでもいいし、ヒップホップでもいいしっていうね、とにかくジャンルにも指定はありませんというね、ことですね。これ優秀作品については、リミックスジャッジーズによって選ばれたリミックス音源、優秀作品は BBQ with Sound Creators Vol. 2という名前のコンピレーションアルバムとして、日本コロンビアからデジタル配信を行いますということです。それからデジタル配信によって発生した利益や、優秀作品の制作者へ還元したいと考えていますので、選考期間中に株式会社ミクシーから優秀作品の制作者に対して個別に連絡を差し上げますってなってますね。まあ、日本コロンビアからデジタル配信してくれるんですね、優秀作品はね。
これすごいですね。まあ1回目の時もそうだったんですけどね。でね、1回目の時とちょっと違うのはね、ここ、デジタル配信によって発生した利益は優秀作品の制作者へ還元したいと考えていますってなってますね。もしかしたらこれお金がもらえる可能性ありますね、優秀作品に選ばれると。ちょっと詳しくはね、お金をあげるみたいなことは書いてないので、まあでも利益だからお金になるのかね。まあお金がもらえる可能性あるということですね。はい。で、期間に関しては3月25日から5月13日までですね。5月の13日まで。で、発表が6月の25日となってます。で、応募いただく音源データの形式、こちらだけ指定がありますね。44.1kHz、24bit 以上の WAV 形式、WAV 形式でね、応募してくださいというふうになってますね。その他の注意事項については、参加される方はちょっとここでね、読んでいただければと思います。今回は省きます。でですね、はい、この辺でね、ダウンロードできますんで、ここからね、ダウンロードしてください。で、リミックスジャッジズ、審査員の方が11名います。こちら、メディアインテグレーション、録音カンパニー、それから X ブラックサウンドの統括リーダー、高津人さん、バークスの編集長、鳥丸さん、それからサウンド&レコーディングマガジンの、副編集長、松本さん、DTM ステーションの藤本さん、日本コロンビアのプロデューサー、向井山さん、それからファンズミュージック、サウンドプロデューサーの吉村さん、ヤマハミュージックジャパンスタインバーグマーケティングチーム、それからモンスターストライク BGM 作曲担当の桑原さん、サウンドプロデューサーの春さん、それからサウンドプロデューサーの近谷さん柳井恵子さんとなってますね。こちらの方々が審査員というふうになってます。はい。で、パートナーズっていうところで、これが協賛してくれている、まあ、会社さんですかね。はい。この、ね、豪華な会社さんが、協賛してくれてますよという、ね、ことが、こちらはね、X-Rag Sound Creators の公式のホームページですかね、になってますんで、こちらをチェックしていただければ、ね、この、まあ、イベントといいますか、コンテストですね、コンテストに参加することができて、詳しく、詳細が載ってますんで、こちらをチェックして、参加される方はね、参加するといいかなと思います。僕もね、参加してみたいと思っております。はい。でね、ちょっとね、ここのとこずっと忙しかったんですけど、4月はね、ちょっと時間がありそうなので、ゆっくりね、曲を作っていこうかなというふうに思ってます。はい。ね、ぜひね、僕も出るからには優秀作品をね、狙って、良い作品が作れればなぁと思ってます。はい。よし、頑張るぜ。でね、これね、ダウンロードした音源はね、ちょっとこの YouTube では流せるかどうかわかんないので、ちょっと著作権とか引っかかっちゃう可能性もあるんで、今回はちょっと流さないでおきます。ちょっと気になる方はね、音源それぞれちょっとここでダウンロードしてね、自分のね、環境で聞いていただければなと思いますけど、はい。もしね、そうだな、作曲しているところをね、動画で収めることができそうだったら、ちょっとアップしたいと思います。はい。で、今回はね、ちょっと曲作りの方に集中したいなと思うんで、動画にする可能性は低いかもしれないですね。まあ、僕のね、作った曲が優秀作品に選ばれれば、ね、日本コロンビアさんからね、デジタル配信されますんで、そこで聞いていただければなと思いますけどね。はい。まあね、ちょっとまだね、僕もね、実はね、こんな風に喋ってますけど、まあ、DTM の方はね、まだね、始めてまだ間もないんですよね。まだ5年ぐらいしか経ってないね。特に楽器が弾けるわけでもないんでね、まあ練習してます、今。正直。ピアノとか、ね、楽器を練習してる最中です。はい。ね、まあちょっと腕試しというかね、こういうのに参加してこう、ね、自分を奮い立たせるっていうかね、そういうつもりで僕は出る予定でございます。はい。ね、それと、まあ、YouTube やってますんで、こういう企画もありますよっていうようなことをね、まあちょっと宣伝させていただいております。はい。ということでですね、
今回の動画は XBLACK SOUND CREATORS のリミックスコンテストボリューム2がやってますよというのをねちょっと紹介させていただきました。はい、頑張るぜ、頑張っていい曲作るぜ。いい曲っていうかかっこいい曲かな、かっこいいのを作った方がいいかな。はい、それではね、今回の動画最後までご視聴ありがとうございました。いいと思った方はグッドボタン、それからねチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますね。過去にね、過去にっていうかまあ1ヶ月ぐらい前かな、ボリューム1の方参加してます。そこはねちょっと動画にしてますんで、そこの方はチェックしていただければ嬉しいなと思いますけども、はい。ではね、今日はこんな感じでお別れしたいと思います。サブチャンネルの方や、Twitter、Instagram もやってます。チェックしてみてください。よろしくお願いします。それではね、またね、バイバーイ。